自分もですね、こんな感じでね、いろいろこう、火祭り系の多肉とかね、こういう星系の多肉、こういうね、挿し木をして育ててるんですけどね、空がこでうろうろしてますけどね。けどね、特にね、あれやな、こっちの火祭り系がですね、まあ、ここら辺はまあまあマシなんですけどね、まあ、これでもちょっとこう伸びすぎないよね、こう茎がこういうふうにね。ただこっちのね、隠れがね、もう見てください。伸び伸び。ちょっとやっぱね、長雨の影響もあるよね。同じタイミングでこう刺してるんですけど、火祭り系は、あ、火祭り系っていうか、火祭りはこういう感じでね、火祭りの光か。まあこれも伸びてますけどね、こういうなってるけど、隠れがちょっとあれかな、刺したのが小さかったんかな。ね、もうヘビみたいにね、こういう伸びてるんで、こういったやつをね、またね、再度ね、ちょん切って、これがもう、元に戻ることはないからですね、またちょん切って、間のスペースにね、どんどん刺していこうかなと思います。今日はね、その様子をね、同じことの繰り返しになると思うけど、取っていこうかなというふうに、考えてます。まだね、暑い時期っていうかね、もう9月になってるけど、まだまだ暑いんで、こうね、全く紅葉してないですね。緑一色。これが、隠れか。だからこういったのをね、なるべくね、低い位置でこう切っていきます。もう伸びたのをどうこう打つことはできませんからね。なるべく低い方がいいですよ。こう低い位置ね。なんかもったいないからって言って、ここら辺で切っても、意味がないからですね。意味がないっていうか、ここは短くはなりませんからね。うん。ですので、こう、低い位置。低い位置から仕立てる方がかっこいいですね。うん、こういうふうにね。ちょっとね、雨も多かったから、ほら、こういう感じでね、こんなのほら、うどん粉でやられてるでしょ、こういうのね。うん、しょうがないですけどね。はい。だけこれに、今度は切ったやつのね、ここら辺も、もう伸びたところはね、全部刺しません。こういうふうにね、上の方だけを使います。こういうふうにね、上の方だけ。ここら辺ね。こうですね。こうね、こういうふうにね、伸ばさないで育てるのがね、当然いいんですけどね。まあ、しょうがないですね。火祭り系はやっぱこういう風にね、こう茎が伸びますね。どうしてもね。こういう風に切って、切ったやつをね、こう間にね、こう刺していきましょう。こうスペースがいっぱいあるから。で、こう賑やかにね、賑やかにしていきたいなと思うんですけどね。こういう風に、切ったやつをね、これね、今ピンセットでこう穴をね、ほいだので、ほいだでいいんかな穴を開けたので、ほいだっていうかな言わんのかな、穴を開けたので、こういうふうにね、こう間に入れていきましょう。ただこれが育つとね、うん、これだけあると、賑やかですよね。1、2、3、4、5、6、7。8つぐらいありますからね。こういう感じでね。全部やっていきましょう。これはね。よいしょ。伸びっぱなし。ほら、これもね。汚いですね。やっぱね。こう、ところどころ、ほらね。これ汚ねえなー。だから、これも低く。あー。よくねえな、これはな、こっち側ね。よくないっすね。まあ、どうしてもね、100% どれもこれもうまくいきませんからね。ほら、汚い、これも。残しててもね、もう汚ねえからね。うわ、これはちょっとこう、厳しいかな。ね、これとか。まあ、いいか。やってみるかな、これこれでね。で、こう切った先をまたね、ちょっと切って、どうしてもやっぱね、うどんこ病とかにやられてしまうもんね。途中ね、薬とかもね、巻いてたんですけどね、全てがやっぱ防げないですね。よいしょ。これ残ってるのがあんまり良くないやけどね、新しい芽が出て、それに期待しましょうかね。こんな感じでね、ここにこう刺していきましょうからね。まあ今が9月、なったばっかりなんで、11月のね、末ぐらいまでは結構成長しますけど、11月ぐらいまではね、結構成長するんで、それに期待してですね、これに刺していこうと思います。こいちゃん、こいちゃん。ね。この火祭りの光とかはね、結構、まともなんですけどね、こういうふうにね、麩が入ってます。ただこれがちょっとね、伸びすぎなので、これもちょっと低くね、ここら辺から切りたいとこやけど、もう低い方がいいでしょう。こういうふうな低い位置でね、これも上の方だけを使いましょう。こっからもね、刺してもいいんですけどね。はい。これもここにね、空いてますから、こういうふうにね、刺していきましょう。かなり仕上がった時にはね、これ賑やかなね、鉢になると思います。さっきも切ったけん、こっちも使うか。これもね、こっちも使えるので、刺しましょう。これね。ほら、かなり賑やかになった。もともとほら、こんな感じだったのがね、こういう風になるから、かなりね、賑やかになるかな。もともとがこうね、これを切っていくと、あ、ここもすでにほら、一回切ってるでしょ。ここを切ってるから、こう、2箇所出てますからね。これも、この辺で切るか。もう低くいくか。こうやってね、切って、これをまた2つね、使いましょう。2つね。ここら辺でちょいと切って、そして、これをね、またここにちょちょっと、これにちょちょっと、穴を開けて、ここね、刺しましょうかね。こういうふうにね、グッと。こっちもあるね。こっちもグッと。ちょっと手狭感があるけどね。はい、ここら辺にこう刺したんでね。この葉っぱがちょっと邪魔か。この葉が邪魔やけん切ろうか。ね。日当たりをこう邪魔するからですね。はい。これなんか先祖返りしてるような葉やな。こう麩が出てなくてね。ああ、こっちは出てますけどね。よし。こんな感じでね。やっていきましょう。火祭りも、ね、こうやってみると、ほら、ものすごく伸びてる。ここら辺はちょっと、ギリギリいいかなと。これもね、ほら、こっから切ってるのがまた2つこう出てるでしょ。こんな感じになります。これできるか。よいしょ。切って、これもね、ちょんと切って、ここに刺しましょうかね。今日はね、あんまり風もないんでね、東側のね、この庭で撮ってます。ほとんどね、室内撮るところだけど、室内やっぱ暗いけんな。あとね、そうそう。こういうやつはね、こういう花芽はね、もうほんと切った方がいいですよ、もう。花芽はこう、不要やからね。こういったのはもう切る。ちょん切ってね、これがまた長いんで、低くね、こう切りましょう。これも伸びすぎ。ね、これも伸びすぎなんで切る。そして、またこの空いたスペースにね、はい、こんな感じでね、残りのやつも切っていきましょう。そしたら、どうやろうな。10月末ぐらいにはさらにいい感じになるじゃないですかね。多分そうなると思います。はい。こんな感じでね。一つの鉢から、どんどんね、こう、賑やかになっていく。そういう感じになると思います。ここれいいか、1個でね。はい。あとはね、まあ全部一回一通りね、こうやっていきますけど、まだここら辺もこうあるしね、ここら辺もちょっと長いんで、あとは全部ね、ちょっとやった後最後にね、移していきますかね。ふーちゃん。ダメよ、あんた吠えたらダメ。自分がいるときはね、勇気があるから吠えるんですよね、こんな風にね。いないときは黙って言うのやけどね。なく。はい、じゃあね、ちょっとやっていこうと思います。はい、ということでね、カットしたやつをね、こうスペースにこう、どんどん刺していってね、こういう風にしました。ね、比較してみてみると分かると思うんやけど、こう高かったものが全部こうね低くなって、株数がねこう増えていってるんで、まあ、今はね、こういう風に緑色で、まあ、ちょっといまいち面白みはないんですけどね、これからだんだんね、紅葉もしてくると思いますし、もう少しね株自体もこう成長してくるんで、さらに賑やかになって、見た感じがね随分変わってくると思います。それとね、カットしたやつが余ったんでね、さらにこういうふうにね、3つばかし、こういうふうにできたんでね、とにかく、低くしたってるとね、それからこう株分かれして、こう、挿し木のこの鉢自体のこう、なんていうかな、ボリュームがこう上がってくるし、で、またこういうふうにね、また別の鉢もできるから、どんどん増やせますんでね、とにかく低く、いつも言ってますけどね、低く仕立てて、低くボリュームを出すと、そういう感じでやってみるのが火祭り系は一番、いいんじゃないかなというふうに感じてますんでね、はい、そのようにね、やっていただければというふうに感じてます。はい、ということでね、今日の動画はね、終わりたいと思います。次回はまたこれがね、紅葉したような姿をね、お見せできるといいんですけども、はい、そうなるようにね、しっかり揃っていきたいと思います。この動画がね、いいなと思っていただきましたら、高評価とかですね、チャンネル登録をしていただけると、非常にありがたいんでね、よろしくお願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。最後はね、クーがこっち見てますんで。空を見ながらね、はい、これで終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。